どうもこんにちは、モンブランです。初見実況メタルギアソリッド5ザ・ファントムペイン続きを進めていきます。前の動画や次の動画が気になる方は動画概要欄よりご覧ください。さあ続けたまにねミッションをやっていこう。やっぱりメインミッションをね進めないとストーリーが進んでいかないから、メインミッションやりたいなと思います。じゃあミッションリスト、いやいやいや、これなんか頭にみんな何かついてるな。ストーリーじゃないじゃん、完全ステルス。赤道の大鍵や、よし出撃だ。いや完全ステルスの赤道の大鍵やって、これ前やったやつの完全ステルスってことだよね。完全ステルスってどういうこと、一回も見つかっちゃダメってことかな。まあまあとりあえず挑戦してみよう。確かあのフォーカーギアを4台回収するか4台破壊すればクリアだったと思うんだよね。なんだろうねこのエクストリームとか完全ステルスとか、ストーリーの内容変わらずにね同じミッションを何回もやらされるんでね、こういうの増えてきたね。ストーリーはどうやって進むんだろうとかなんとか言ってる間に着きました。さあどうする、右側に敵がいるな、右側から攻めるか。ライフル持ってきたからね、よーし寝てくれ。うわ止めっとか、おやすみ。よしどこだ、ちょっと見えん。あいたいた、寝ろ。よーし奥にもう一人いるな、あいつも寝てくれ。うわなかなか一撃ってわけにいかんなこれな。よし当たってるんじゃないのか、そのうち寝るだろこれ。ここ敵多いんだよね、なかなかウォーカーギアまでいけないんだよ。寝たなあいつ、よし飛んでけ。空大好きだよなお前ら、毎回毎回飛ばされてご苦労さんです。あれこいつロケットランチャー持ってるぜ、キラービー持ってるわ。見つかったらこれアウトだよね。さあお前も飛んでいってもらおうか、ちょっと近いから見つかる可能性があるんでね、運ぼう。うわなんか偵察に行ってたやつが帰ってきてるな。さあ岩陰でね飛ばしてしまおう、ポイッと。Enemy presence detected. The map has been updated. はいいと、あの右からね帰ってきてるやつら、あいつらを寝かせてしまわないことにはねちょっとこの後まずいでしょ。完全ストレス、ストレスじゃねえや完全ステルスってさ痕跡ゼロじゃねえダメってことかな。完全ストレスってお前どんなブラック職場だって。よしどうだハンドガンだ、ほら寝ろ。まあでもこの言うてこのメタルギアの世界結構ブラック企業だよね、めちゃくちゃスネーク一人で頑張ってるもんね。さあ飛んでってくれ、痕跡を残したくない。お前ちょっと影の方で飛ばそうか、あのサーチライトが気になる。受け取った、あとは任せろ。
あのサーチライトよ。でもあそこにね、確か2台あるはずなんだ。回収する。了解だ。右から行けないかな、これ。行けそうだな、これ。うわ、危ない。これはサーチライト、伏せとかないとダメかな、これ。やっぱり、見つかるかな。よし、向こう向いたな。すげえ警戒してるな。人多すぎやろ。何人おるのこれ。なんとかあそこ近寄ってさ、一人ずつテイクダウン取っていきたいな。歩幅前進なら気づかれまいて。お、一人離れたじゃないか、愚か者が。あー、ちょっと段差があって無理。さあ、この高がいいところからちょっと上から狙ってね、寝かせてやろう。あ、メットかな。メットだな。なんか当たりそうなところに打とう。足、蚊に食われただけだよ。大丈夫大丈夫、蚊だからそれ。はい、寝た。やべ、そっちのやつはフルアーマーだよ。おお、あぶね、見つかってたぞ今。さあ、これどうするか。無力化しとくか。やべ、あ、寝ろ。あっ、あっ、見つかった。くそ、むずすぎる。ボス、ミッション失敗だ。はい、もう一回挑戦ですよ。完全ステルス、セギドのおかげや。ボス、MPLA からの依頼だ。リタディソン落跡の PF にウォーカーギアが配備された。これやり直すたんびにさ、何回も聞かされるんだよね、これね、きっとね。もう早いうちにね、これクリアしてしまいたい。ここが長い、このゲーム。毎回いいよ、このヘリコプターで来るところ。もう分かったから、大体配置分かったからさ。さあ、行きましょい。この私、二度目という言葉は長いのである。いや、二度目はあるか、三度目がないので。二回目で来るやだ。いやー、右から来てる。あれ、何、誰、あれ別の部隊じゃないの、あれ。200メートルも離れてるよ。あいつら戻ってくるのかな。だとしたらやばいな。とっとと回収してしまわないとダメ。ウォーカーギアはやっぱりね、こう持って帰りたい。物として。破壊したくない。いやー、月が綺麗だね。ナイスなグラフィックだ。言うてますけれども、もうそろそろ拠点に着きましたよ。よしこれね、右から行けば気づかれずに上まで行けるってこと今分かったから、右から行こう。これ問題は上にいるやつらをどうするかだよな。ここから先だよ、ここから先。よし、多いんだよ。あ、やべやべやべ、もういきなり、いきなりなんか気を引いてしまったというか、警戒したというか。よし、寝かせた。
やばい、ここのやつ一人フルアーマーなんでな。フルアーマーはさすがに寝かせられない。ああ、お前そんなところで立ち止まっていいのか。はい、ナイスキャッチ。寝てくれ。いやでも警戒してたやつが今来るかな、これ。あら、当たんないわ。おいし、手を上げろ。いや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 、来た来た来たな。なんか結構激しく動いてるな。いや、こっちじゃなくてなんか下の方に行ったな。うんうん、なんか勘違いしてくれてるね。下から襲われたと思ってるね。いいねいいね、君たちもどんどん下行っちゃいなよ。ユー、下行っちゃいなよ。さあ、伏せていくよ。あいつらは寝かせ、うおっと危ねえね。来るかな、こっち来そうだな。回ってくるな、これな。うーわー、ちょっと起伏があって、あいつはなんかナイスキャッチ、ナイスキャッチ系だな。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ系ってなんだよ。とりあえず捕まえたわ。よしよし、やばいな、あいつ。あれ、自信してなかった。やばい、殺しちゃったわ。やばい、よし。いやー、殺したくなかったんだけどな。ちょっと操作をミスってしまった。いや、起きろ、手を上げろ。よし、これで一番手前のウォーカーギアはゲットできるぜ。奥から行こう。ちょっと奥怖いからな、先に取ってしまおう。いで、操作下手。踏んじゃった。よし、これここで飛ばそう。ごめんね、ウォーカーギアで踏んじゃって。よく知らなかったね、あれ。200キロぐらいあるっしょ。もっとあるのかな。さあ、お前は寝たまえ。見事な手際だ。さすがだな、ボス。褒めんね、カズ。気持ち悪いだろ。起きろ。え、いい、無力か。はい、フライハイ。よし、気づかれてないぞ。いいぞ、いいぞ。まだ見つかってない。これはきつい、緊張感高い。あいつもナイスキャッチ系か。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。よし、フライハイ、フライハイ。大丈夫かな、これ。飛ばしてしまおう。起きられるよりはね、飛ばした方がいいわ。分かったぞ。離脱だな。いやー、ここで見つかりたくないな。遠くに行こう。いや、もうこれ脱出できたでしょう。すごくない？ウォーカーギア4台回収した上に捕虜1人回収したよ。これは追われながら上手なんじゃないかい。まあ安定感はない感じだけどね。もう一回やれって言われたら再現できないような攻め方だったね、今の。さあ、ヘリ早く来い。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。こちら P コード、ランディングゾーンに到着。
乗れない乗れない、おい、うわ、やっと乗れた、よいしょと。なかなかね、ヘリ揺れてるからね、マーカーが出た瞬間にボタンを押さないと乗れなくてね、苦労するんだよねこれ。じゃあみんなバイバイ、おかげはいただいたぜ。お、S。いや、これまた聞かされんのこれ。これ一回やってるからさ、聞いたよこれ。CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのは 3R。そう、無品だ油田の。無品だね。うんから始まるね。日本語ではあんまりない地名だよね。毎回これ言ってるけどね。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノバブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナには PF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に。このなんかカズヒラミラーの声さ、こう杉田さんがさ、こうあんま抑揚なく喋るからさ、珍しい感じだよね。うん。連中の影に迫れるかもしれん。よし、続けざまにね、ミッションやっていこう。サイドオプスもやっていかないとダメっぽいんだよな。なよな、なんか重点的にやらないとダメな、緊急度の高いやつ。これでもやるか。祭神を救え19。ねえ、遠いなこれ。ランディングゾーン出撃。よーし、行くぞ、大馬さん。 D フォースゴー。うお、なんか見つかってる、見つかってる、早すぎる。何見つかったの、わかんないけど逃げよ。ちょっと待って、ちょっと待って、何かパンパンパンって言ってたよ。戦車じゃないの、怖いよ。何なのこれ、ここどこなのこれ。おっと、警戒されてるな。なんだあいつらは。よし、警戒が解けたな。安心しろ、お前らもミッションが終わったらな、麻酔銃で回収しにやってきてやるよ。戻ってきてやるよ。よっしゃ、超えたかなこれ、監視所。この奥なんだよね。ああ、ここか、ここな、ここな。ちょっと馬で行けないな。犬、犬さんかも。よし、まあ時々ね、薬草も拾っていかないとね。いやー、あそこにね、確かスナイパーいるんだわ。スナイパー、サーチライトやろう。ああ、なるべくこれ見つからないようにいかないとな。やべえよ、蜂の巣にされっからな、ここな。よいしょ、危ねえ、今海に落ちるかと思った。よいしょと、どっこいしょと、いいだ。まあここは見つかんないでいけるだろうな。これもね、結構苦労したメインミッションで使ったマップだよ。大体覚えてるわ。
登れない。よし、向こう向いてるな。よし、今のうちに登ってしまおう。いいね、スピーディーだね。この先だよ、この先きついんだよな。あ、なに、地雷が。危ない、危ない、サーチライトやばい。地雷が設置しちゃったぞ。難易度上がってるんだけど。いやー、嫌な感じ。地雷とサーチライトにこれ挟まれてる、これ。うわ、こっち見ないで。見ないで。俺のことを忘れて。あれだから、ドラキュラだから、吸血鬼だから、これ。バンパイアだから、光とか嫌いだから。よし、向こう向いたな。うわ、あんなとこに地雷ある。完全に罠だ。よしよし。こっちから抜ければなんとか。いやー、正面のサーチライト眩しいっす。眩しいです。っていうか、一人歩いてきてるなあ。あいつ行き過ぎないとちょっと進めない、これを。進めないでしょ。あ、でもメインミッションの時に右にもサーチライトがいた記憶があるんだけど。あ、すごいね。能力高いやつだ。あ、やば。まあでもね、眠らせて回収するね、余裕がないわ、これ。このミッション。このマップ無理よ。サーチライトやってるやつは凡人だったな。こいつは S クラスだったな、確か。普通見えないかな。見えないもんなのかな。自衛隊の人教えてください。じゃあ行こう。横向いてくれたから助かったね。あ、やばいな、警戒されてる。壁沿いに歩いていって下潜り込んで、これだと死角になるからね。サーチライトは気づかないと。うん、気づいてないな。よし、あいつにも気づかれてない。いいね。あ、でも敵の密度は減ってるな。やっぱメインミッションじゃないから、これサイドオプスできてるから。うわ、ちょっと誰がちょっと警戒してる。登ってしまう、この割れ目から。よし、クラック使って登る。よいしょと、よいしょと。いや、こういうアクションだけのゲームやりたい。主人公キャラが男で探検するやつ。わあ、でもそれなんかあれだよな、インディ・ジョーンズ見たくなっちゃうわ。おっと、捕虜発見。あれ、あそこに監視カメラないぞ。監視カメラあった記憶があるんだけどな。まあいいや、ないならないで楽だな。ほいと、おっと、やばい、警戒された。見られたか、来るか、こっち。あれ、どこ行くの、あいつ。あ、なんか奥行った。ラッキーオリオ。よいしょ。カチャカチャカチャ、カチャカチャ。カチャリ。開きました。やべ、めっちゃドアドンって開けてしまった。やばいぞ、これ。向こうから入ってくるんじゃないか。警戒して。頼む、あんた。助けてくれ。そいつがターゲットだ。やば、うーわ、やっべ、見つかったか。よし、寝てくれ。よし、よし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 。こそこそ出よう。
よし。一人回収。ん？クリアしたぞ。あ、俺一人しかいないのか。よし、これは帰ろう。もう長いは無用だこれ。敵多いし。戻るのも大変だなこれ。ヘリ呼んどこ。呼べない。結局あの遠いところまで戻んないといけない。これなんなのよ。もう見つからないように行くしかないな。これよし。まあね、警戒されてるぐらいだったらもうね、恐れないよ俺は。移動してしまえばあいつら 見失ってくれるからね。いやー、ちょっとあのなんていうのかな、常夜灯みたいなやつ、あれに照らされるのまずくないかな。見つかりそうだな。しかし右から行くのはきつそうだな。右抜けるかな。うわー、来たな敵。このギリギリを攻めていく。ライトと暗闇の間を攻めていく。これ左から回っていくと出口に行けたりしないかな。これやばい。あそこライトだらけだな。なるべくこう照らされないように影の中を移動していこう。なんだこのミッションは。戻るのがめんどくさいじゃないかこれ。もう本当にもう、あの壁が崩れてるところから向こう側に降りられないかなこれ。よし、あれ乗り越えるマークが出ない。あー、高すぎんのか。無理かこれ。こっちから行けないのか。いやー、どうしても右側に回らないといけない。きついなーこれ。いやー、見つかりたくないよ。このゲート付近はもう光光と照らされてるしね、これ。まあ、行くしかないか、頑張って。気合だな、もう。ふぅ。なんとかね、対岸に着いたよ。対岸って言い方がいいのかわからんか。登れないじゃないか。お？ここなんか今登れたな、これ。よいしょと。なんかこの辺から向こうが行けないのかな、これ。いやー、行ける場所がない。行ける場所がないな。あ、しかもこの岩登れない。地雷あったよな。踏みたくないな、地雷。こっから降りれるかな。降りれそう。よしよと。ほいと。ほいと。いやー、これで脱出成功でしょ、もう。まあね。おいおい、何くっついてんだ。やば。やば。よし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 。あの割れ目から。やべえ、これ落ちたら死ぬじゃん。あれ、こっから戻れないのね。海に落ちるのはちょっとよろしくない。じゃあ来た道を戻ろっか。この下の段差から来たんでね、これ乗り越えられない。ないよ、乗り越えられない。そっか、一方通行か。
しょうがないな、こっちから行こう。敵対動物がいるな。あれなんだ、犬かリカオンかなんかだよな。めんどくさいな。違うな、なんだろう、シェパード。寝ろ。あ、外した、ダッサ。よし寝ろ。もう一匹、もう一匹、どこだ。寝ろ。よし、まあね、動物も回収していこう。野生動物だったのかどうかわからんけどね、この拠点のなんかペットみたいな、ペットじゃねえな兵隊犬みたいなんじゃないのか、あれ D ドッグみたいなもんじゃねえのか。さあまあね、あの拠点は出たんだが、この監視所を越えないことにはヘリコプターまで行けないんだよな。これ毎回毎回ヘリ使う必要あるのかな、これ。リターントゥー AAC でいいんじゃないかな、これ。と思いつつ、戻ってみるんだけど、どこでセーブされてるかよくわかんねえんだよな、これ。よーし、お前ら戻ってきたぞ。約束通り寝かせてやるぜ。よし。もう寝てるやつがいる。ケツ打ってやる。ほら。ほら。よーし。より深い眠りね、いざなってやりましょう。ノンレム睡眠からレム睡眠にね、一個もしたんじゃないかな適当なこと言ってるけど。よーし、物資回収。うわー、大儲けだなこれ。よし、人材だ、人材を確保しておこう。もうね、物はね、いくらでも作れるけど、人材はね、作り出すことできないからな。大事なんだよ、人材ってのは。人材の財は財産の財だ。回収する。了解だ。お、プレシャスメタルじゃん。あ、ラッキー、ジープもある。おいしい。おいしい。おいしい、降車砲ももらってく、機銃ももらってくよ。やっべ、プレシャスメタルのコンテナじゃん。めちゃめちゃ儲かるじゃんこれ。これ売るとすごい高く売れるんだよね。いや、この機銃ももらっていきましょう。いやいやいや、思わぬ副収入になったね。さあヘリさん、お願いしますよ。なんかミッションクリアするよりもさ、ソ連の物資盗んでる方が楽しい。